1番から15番、27、28番消滅。民間を含めた関連する全ての衛星の回線をこちらに回せ。了解。落下予測地点の避難勧告を。現状は防空レーダーに月面ストラタスよりの質量弾多数捕捉。1120秒後に成層圏海面に到達します。よし、アトラスに第一種防空配備を通達。了解。アトラスに提督ロッキーより通達。第一種防空配備、第二天外障壁の起動をお願いします。これより迎撃戦に入る。質量弾成層圏海面に侵入。アトラス対空迎撃も質量弾に対する迎撃開始しました。今までにない巨大質量弾を確認。このままだとあと17秒で天外障壁へ接触します。防衛網は機能しているのか。しています。ですが破壊できません。得意点だというのか。おそらくエイブラハムの通告にあったものかと。
これもあんたらが仕込んでくれたおかげだ。感謝するよ。敵特異点は高架地点の江東区火災から逃進中。現在荒川を溶かし江東区東洋町へと到達しています。やはり雨の見柱へ向かって進んでいるように見えるな。陸軍参謀本部の見解も同様です。軍の展開は第一師団と近衛第三師団、それと17航空機兵団が出動済みですが、首都高9号線沿いに門前仲町から秋葉原まで展開させたようですが、果たして戦術核を出せと。赤レンガからの要請は先ほどから入っております。だがあれは出してもらいたいな。俺としては矢上少尉、こういう時のためにあるのがこの提督ロッキー、こういう時のためにいるのが俺。それはしかし戦術核はまだ運用試験ならもう十分だ。これ以上の保証は実戦の中でしか得られないさ。小清水博士、あなたの見解を聞きたい。ああ、まあ設計通りの挙動は保証するよ。そうではない、勝てるかどうかだ。対象の戦力が不明な状態で俺に答えろと。交戦中の第一師団司令部より入電。敵は第一防衛ラインを突破、第二防衛ラインの隅田川西岸へと進行中です。司令、ご決断を。分かった、少尉、出撃を。ああ、任せてくれ。小清水博士はサポートを頼む。了解だ。少尉。ん？あ、気をつけて。ああ。
命中、やりました。おお、よかった、少尉。待ってください、これは。やったぞ。そいつだと。司令、これ以上の戦闘はパイロットに危険だ。ショイ。ようやく見つけたよ、九段清四郎君。いや、汚染者3704号と言った方がいいのかな。貿易所の連中か。説明が面倒なんでな、そんなようなものと思ってもらっていい。おとなしく一緒に来てくれると嬉しいんだが、そんな素直な玉じゃなさそうだ。すまないが、今俺はひどく機嫌が悪いんだ。あんたらには悪いが、俺の八つ当たりに付き合ってもらう。八つ当たりか。何があったか知らんが、よかろう、胸を貸すぞ。なんだこれは。俺の体、
ほう、もう目覚めていたか。さすがは汚染者と言うべきですかな。これは思わぬ拾いものかもしれません。お前らは誰だ。俺の体に何をした。ふん、ごくごく凡庸な反応だな。まあいい、質問に答えよう。ここは帝国防衛第六特務機関、内閣府直属のタイ・ミーム特務機関だ。タイ・ミーム特務機関。そうだ、我々の任務はいかなる犠牲を払ってもミームの脅威からこの国を守ること。その任を帯びてこの機関を指揮しているのがこちら、鷹の巣みそぎだ。この機関の司令であり、今日からはお前の上官ということになる。上官だと。冗談はよせよ。俺は軍人になった思いなどない。大体俺を汚染者として閉じ込めてたのはあんたらのお仲間だろ。それが今度は手のひら返して利用しようってのか。お前がどう思うかは関係ない。今は我が国の、いや人類の危機なのだ。それにミームと戦うのはお前自身も望んでいることではないのか。何が言いたい。お前についてこちらには十分な資料があるということだ。納得してもらえたようだ。ではお前にはこれから6機の一員として私の命令に従ってもらう。これが今日から君の制服となる。支給品は大事に扱いたま。それと基地内の行動を許可しておこう。出撃命令があるまでは内部施設を把握することに時間を使うといい。要件は以上だ。これからの君の働きを期待しているよ。待て。要件は済んだと言った。この体は一体何なんだ。教えろ。言ったはずだ。我々の任務はいかなる犠牲を払ってもミームを撃退することだと。お前の体もその犠牲のささやかな一つだと思えばいい。
人の名前を気安く呼んでくれる。誰だあんた。そうとんがるなよ聖四郎、自己紹介しとこう。俺はこの提督6期の科学主任、小清水優馬博士だ。一言で言うと天才。まあそう思ってもらって構わん。それと仲間みのり、この機関の医療長だ。退院になった以上、これから私には散々世話になるだろうからな。こびておいて損はないぞ。でヒーローにしてもらった気分はどうだ聖四郎。ヒーロー？そうだヒーローだ。言ってる意味がわからないな。お前特撮ヒーロー番組を見たことがないのか。少年にとって大切な心の糧も得ぬままゴビ砂漠のように貧しい子供時代を送っていたとか。すまないがますますわからん。何が言いたい。話の通じにくいやつだ。つまりだな、この天才の手によって改造してもらった気分はどうだと聞いてるんだ。改造？まさかこの体は。そうだ、この俺が仲間医療長の協力を仰いで改造した。ごくごく平凡な姿勢の青年を一夜にして地球を守るヒーローへと変えてやったわけだ。そうか、俺の体はあんたが。礼はいらんぞ。こちらもちょうどいい代役が見つかって助かったんだからな。いや、ぜひ礼をさせてもらいたい。おう、こいつを受け取れ。これで礼はさせてもらった。とりあえずなぜ俺をこんな体にしたのか理由を聞かせてもらおうか。改造された霊がパンチ一発、随分とお優しい男らしいな。改めて気に入ったよ聖四郎。さてお前の問いに答えてやりたいところだが、その前に仲間医療長。ん？鼻血が口に入って喋りにくいんだが。そのうち止まる、気にするな。そう言わずに治療を頼むよ。やれやれ。これでいいか。うん。では聖四郎、お前の体を改造した理由だが、ヒーロー、つまり荒ばきのパイロットになってもらうためだ。荒ばき？そうだ、対ミーム戦に開発された人型巨大兵器戦術核アラバキ、そのパイロットにお前がなるのだ。それはさっき言っていた特撮ヒーロー番組の話か。今ここにある現実だよ。バカバカしい、そんなものを信じろと。アラバキの操作系は、アラバキの操作系は搭乗者の筋電位信号を読み取ることで、その肉体と機体の挙動を完全に一致させる。そのためにパルスコーダーのインプラント処置をお前の肉体に施す必要があったのだ。それが俺でなければならない理由は。君が優秀な汚染者だった、だから選ばれた、そういうことだ。優秀な汚染者ね。褒めているつもりだよ。だからこそ君は対ミームにおける切り札になる。そうだ聖四郎、お前に伝え忘れたことがあった。このラボで俺は戦術核の管理と強化のための研究をしている。お前もそれに協力してくれると助かるんだが。協力？そうだ、出撃時のメニューで戦術核の兵装を強化することができる。それなりの訓講師が必要ではあるが、
強化によってより戦いを優位に進めることができるだろう。まあ考えておこう。戦術核の強化はパイロット、つまりお前のサバイバビリティを上げることにつながる。自分のためにもやっておいた方がいいぞ。それともう一つ。まだ何かあるのか。いや大したことじゃないが、お前は俺の作品でもある。前任者と同じ鉄は踏んでほしくない。何か困ったことがあればいつでも俺を訪ねてこい。力になろう。勝手に自分の体をいじくり回した相手を信用しろと。信用が不信と排他的にしか成立しないと思うのは人間を知らん物言いだと思うがね。あんたの物言いは面倒すぎる、小清水博士。言うまでいいよ。新入りかい？な、俺は。ああ、九段清志郎さんですね。あなたは？大平哲夫。この兵器商で対ミーム用の兵装開発をしています。それとこちらは有島京。この機関に物資の搬入をしてる。なんか欲しいもんあったらいつでもいいなよ。内緒だけどさ、酒タバコくらいいくらでも持ってきてやるぜ。いや、まだ飲める年じゃないんで。ふん、そりゃ残念。まあ京さんのことはともかく、これからもたまにはここに顔を出してみてください。その時はより強力な兵装を提供しますよ。すぐに支給してもらうわけにも。私もそうしたいのは山々なんですがね。お国の機関ってのはどこも手続き大事ってとこがあるもんで、なかなか。そこに端末があるでしょう。勲功値がたまったらそれで申請していただく形式になってます。なんだおめえ、見ねえ顔だな。俺は。はあ、なんだ、自分の名前も言えねえのか。あ、いや、俺は。俺は九段。九段清志郎。です。年上に話してんだ、ちゃんと敬語を使いやがる。俺もう一回自己紹介だ。九段清志郎です。よし、それでいい。
俺は奥寺博士だ。ここで整備士をやってる。みんな寺さんと呼んでるから、おめえもそれでいいぜ。これからよろしくしてやっからよ。一緒にミームどもをぶっ潰そうや。はあ。しかし、どっかで聞いた名前だと思ったら、そうか。おめえがこいつの新パイロットってわけか。こいつ？このデカブツですか？それじゃあ、これが荒葉。そうよ。こいつこそ戦術核荒葉。対ミーム用に開発された人型巨大兵器よ。これが、これに俺が乗る。昨日の戦いで前任者が廃人になっちまったからな。代理のパイロットを急遽見つけてきたって聞いてる。おめえにとっちゃ寝耳に水の話だろうが、まあなんとかやってもらうしかねえやな。何しろ今は人類が滅ぶかどうかって時なんだ。冗談みたいな話ですね。冗談だったらこっちも嬉しいんだがな。ま、機体の整備は俺が責任持って完璧にしといてやる。おめえはとにかく無事に帰ってくることだけを考えてりゃいいさ。
もうすっかり元気そうね。あまり手加減したつもりはないんだけど。そう睨まない。これからは仲間なんだから。自己紹介しとくわ。私は笹原七瀬、対ミーム直接戦闘招待の一人よ。三人がかりでボコられた挙句、仲間だと言われてもピンとこないな。そう？武器を手に全力でぶつかる。もったいぶった長話よりよほど分かり合えると思うけど。それに私たちもあなたと同じ。同じ？まさか汚染者だとでも。私も他の二人もね。なるほど。三人がかりとはいえ、俺が手も足も出なかった理由が分かったよ。しかしなぜ隔離、迫害されてたはずの汚染者が対ミームチームとして集められているのかでしょ。それだ。最前線に立たせて厄介払いをしたい。そこまで品のない発想をするとは思わない。簡単な話、これまでのデータで汚染者がミームに対して非常に有効な兵器だってことが分かったからよ。有効な兵器？そう、施設で訓練を受けてたから。あなたも自分の身体能力が異常な上昇を見せているのは知ってるでしょ。でもそれだけじゃない。汚染者の体内に取り込まれたミームの情報因子、それが奴らを構成する情報配列そのものに干渉し破壊することが分かったの。だから同じ武器を使っても我々の攻撃はミームに対して数倍の効果を持つってわけ。なるほど。突然手のひらを返してヒーロー扱いされた理由が分かったよ。ひねた言い方。3年も施設に閉じ込められてりゃひねくれもする。分からなくはないけど同情はしないわよ。今は得意点を撃退することに全力を注がなくちゃ。得意点？詳しい説明は東隊長からするわ。今からブリーフィングルームに集合よ。直接戦闘部隊の隊員、宇佐美誠だ。よろしくね。ずいぶん若いようだが、お前も無理やりここに入隊させられたのか。やだな。こう見えても僕も正規の軍人さ。君より年も上だよ。え？え？うん。なんかそのすまなかった。いいっていいって。年上って言ってもそんなに違わないんだから、気軽に付き合ってくれればいいよ。来たな、九段誠二郎。東高弘中尉だ。直接戦闘部隊の隊長としてお前の直属の上官となる。お前の実力はもう見せてもらっているからな。期待しているぞ。ずいぶんあっさりとしてるんだな。ん？この前あんたたちとはバチバチにやり合ったばかりなんだが。ふん、確かにあれはなかなか愉快な経験であった。どうしてもお前を捕らえる必要があったので3人がかりとなってしまったが、そのうちお前とは1対1で手合わせしてみたいものだな。その時には前回の礼をさせてもらうつもりだ。楽しみにしているぞ、クダン。それとなあ。なんだ？ここは特務機関とはいえ軍の端くれ、そしてお前は望むと望まないとに関わらず
今は俺の部下だ。上官に対しては敬語を使え。三人がかりとはいえ、俺は勝者でお前は敗者。次の手合わせで勝つまでは勝者の言うことに素直に従うべきだと思うが。わかりました、隊長。うん、なかなかに潔の良い男だ。気に入ったぞ。よし、ではブリーフィングへと入ろう。はい、こちらを。月面ストラタスより射出、昨晩地上に膠着したミームの生体進行兵器特異点の映像です。これは、そうか、クランはまだ見てなかったんだね。こいつが地上に現れて今大騒ぎになってるんだ。そうか、町が破壊されていたのはこいつの。現在こいつに対しては陸軍が展開して防衛ラインを引いている。しかしもう一つ厄介な事態が並行して発生しているのだ。あのデカブツ以上に厄介なことがありますかね。こちらを見て。展開中の軍より送信されてきた映像よ。こいつは特異点とはサイズが違うみたいですが。それについては俺から説明しよう。博士、陸軍およびアトラス監視システムからの映像を分析した結果、こいつらは個体、つまり特異点から分裂し生み出されている化け物ということらしい。こいつらによる襲撃により軍だけでなく避難中の市民にも現在進行形で多数の犠牲者が出続けているのだ。では差し当たっての我々の任務は、こいつらの撃退と市民の救出、そして特異点に対する情報収集だ。情報収集ですか。そう、諸君らには可能な限り特異点および個体に関する情報を集めてもらいたい。奴らの生態を解明し確実に撃退できる手段を考えねば、戦術核を出撃させても再び敗北を喫するだけだろうからな。うん、それともう一つ、戦術核の EMP ライフルをより有効にするために個体の情報集積球体を集めてもらいたい。ん？博士、それは自分も初耳ですが。すまん、ついさっき軍より報告があったんだが、倒した個体の体内に情報配列が集約された球体が発見された。これを収集解析することで母体である特異点に対して EMP 弾の効果をより高くすることができそうなんだ。なるほど、了解しました。心に留めておきましょう。特異点に対する十分な情報と個体の情報集積球体、双方が揃ったら統合作戦本部の端末で報告書を上げてくれ。そこから我々の本当の反撃が始まることとなる。了解です。各自作戦目的は理解したな。では出撃する。了解。了解。
やると言った無形流増加だ。